こんにちは、遠山です。今日はですね、北陸 SJCD というですね、SJC というスタディグループの北陸支部のですね、ぎこしさんの会にお呼ばれして、明日お話しする予定でですね、今金沢に来ております。で、今日はもうだいぶ久しぶりなんですけど、2年ぐらい前ですかね、私が中心位って何ですかみたいな、そんな動画を上げたんですけど、そこに対してですね、コメントが入っておりましたんで、ちょっとそこに対してお答えを私なりにですね、したいと思います。このコメントが入ったのが1ヶ月前なんですよね。ピーターさんという方からで、はじめまして、私自身顎関節症を患っておりまして、噛み合わせ治療に励んでいる最中でしたので、このような動画が非常に参考になりました。ありがとうございます。さて質問なのですが、中心位の噛み合わせは筋肉の緊張や緩みによって変化せず、顎関節のみにより決定されるという認識でよろしいでしょうか。私は右の顎周りの筋肉が長らく凝っているようで、その状態で顎関節治療で有名な歯科専門医に同村中心位の考えに基づき、顎を誘導噛み合わせ調整してもらっており、現在は安定しています。しかし筋肉の影響を受けるのであれば、今後筋肉がほぐれた際にまた噛み合わせが変化しないか心配になりました。長文になりまして誠に申し訳ございません。私は心配性で非常に神経質になっており、よければお考えをご返答いただきますと誠に幸いです。何卒よろしくお願いいたします、ということなんですけども、結構ですね、細かい、話で、これ一般の方ですよね、本当にね。で、まずですね、中心位の噛み合わせは筋肉の緊張や緩みによって変化せず、顎関節のみによって決定されるという認識でよろしいでしょうか、ということなんですけど、この動画ですね、2年ぐらい前に上げた動画はですね、要は中心位っていうのは、どこかと、要は下顎の下頭のポジションっていうのが、下顎頭の位置っていうのが上顎のこの関節結節内にどこにあるかというところっていうのが、定義付けされてますよっていうところで、のお話をした動画なんですね。で、それはですね、従来いろいろ変わってきてるんですが、一番新しいのに関しては、下顎頭の位置は上顎頭蓋のこの関節結節と呼ばれる、下顎頭を含んでいるですね、顎関節のこの骨ですね、間の、軟骨とか筋肉とか、そういったのはなしで、この結節と呼ばれるですね、骨の部分の位置の斜面ですね、前側の斜面に接するが、そこのポジションにあるということなんですよね。で、そこから、動き始めるときにスムーズに動けるというような位置であるというふうな、定義ですね、ただの。ですから、おっしゃる通り、そこに筋肉とか、そういったものは、筋肉の緊張とか緩みとか、そういったものは関わってません。定義ですから。で、あとはですね、私は右の顎周りの筋肉が長らく凝っているようで、その状態で顎関節治療で有名な歯科専門医に同村中心位の考えに基づき、顎を誘導噛み合わせ調整してもらっており、現在は安定しているということなんですよね。で、しかしその状態で筋肉の影響を受けるのであれば、今後筋肉がほぐれた際にまた噛み合わせが変化しないか心配になりました、ということなんですよね。で、おそらく筋肉の右の顎周りの筋肉が凝ってると。で、ただその筋肉自体はおそらく何も調整を行わないで、顎を誘導して、噛み合わせを調整してもらっておりって書いてあるんですけど、噛み合わせの、削ったりする調整なのか、マウスピースなのか、もしくは補鉄物というね、歯を削って、缶をかぶせたりとかしているのかちょっとわからないんですけれども、要は筋肉を触ってないので心配だっていうことでしょうね、きっと。で、ただですね、今現在、安定しているということで、おそらくですね、それは当然今後、筋肉の、ほぐれたりとか、そういうよくわからないんですけど、人なのでどんどんやっぱり変わっていきますよね、変化していきます。変化しない人なんかいませんから。で、ですからそのどんどん変化していく
まあ、流れの中でですね、当然また関節に異常が来たりとかするとかと当然あると思うんですよね。ただ、まあこのピーターさん安心していただきたいのは、今その先生に見ていただいていて、今現状を、まあ顎の誘導だとか調整によって安定させていただいているので、要はそれはそれで OK なんですよね。逆に言うと、何回も言うように、まあ年をこれから重ねていって、また変化をしていった時にまたトラブルが出たら、またその先生に、まあ、直していただくってことが重要だと思うんですよ。で、変わらないなんてことは絶対ないので、必ず変わっていきますから、その都度、直せる先生に直していただくと、まあ、たまたま今行かれてる先生がきっちりと直すことができる先生なので、信じてですね、ついていっていただければよろしいかと思います。そんなに最後に心配症で神経質になっておりって書いてありますけども、そんなに心配になることはないです。今現状落ち着くっていうか、治療できる先生と巡り合っているのであれば、それはめちゃくちゃ幸せなことなので、ピーターさん、そのままその先生を信じてですね、まあいろいろ質問したりとか、まあ、心配だったらその先生に直接ね、投げかけていただいて、ちゃんとメンテナンス行っていただいてですね、治療を続けていただけるとよろしいかと思います。まあ、以上、お答えになっているかどうか分かりませんけれども、私の個人的な意見ということでございます。以上です。